と日本一周中3配信を開始しました。アツアット日本一周中3、島根、柿の木村、12、シルクウェイ日原、15、三栄富と、8、引き見京、20、六日市温泉、23、広島、ライムと豪内、5、豊平どんぐり村、4、5月12日日、さゆまるさんほか、さゆまるさん山深かったねわら。深かったね。さゆまるさん明日出かけるかも。本当？知ったか。さゆまるさんだとしたら昼間一切来れない。そうかそうか。どうすかね。さゆまるさん潜りもできない。うん、昼間か。昼間ね。さゆまるさん、うんうん。うん。さゆまるさん、明日木曜日だよね。明日木曜日だよ。ゴンタくんさん、あらよっと。あらよっと。タバコも吸えなかったわら。ああ、いいことだね。タバコが吸わないなんていいことだね。タバコは本当癖だな。さゆまるさん、チビが行く5分前に寝てしまって起きたらチビいなかったわら。チビ
ビーに飽きられる、飽きられるよ。用意してソファーに座って寄っかかったら寝ちゃったわら。どんだけ疲れてんだよ。柿の木道の駅、健康と有機農業の里。ルート案内を終了します。道の駅柿の木村に到着。12スタンプ休憩棟内左奥。ゴン太くん参議に。ここじゃないよね。さゆまるさんまだ眠い。ここじゃないな。ここはあれか、普通にスタンプ押してきていいのか。さゆまるさん、この次ね、ラーメン自販機。ラーメン自販機ね。さゆまるさん、ここは何もない。何もないね。柿の木村。よし。さゆまるさん、河原に降りれる。河原に降りれるの？さゆまるさん、くらいしかない。くらいしかないの？ちょっと。
名さん失礼します。できた。さゆまるさんをか。ただいま。早く行かなくちゃね。次行っか。ゴンタくんさんをか。混んじゃうんじゃない。いくら自販機といえども。次なんだっけ。ルさゆまるさん文字数が シルクウェイだったっけ。さゆまるさん次はシルクウェイ日はラー25分スタンプ8時20時本には24時間と記載。ラーメン屋そばうどん屋あり。さゆまるさん懐かしのラーメンうどんの自販機あり。自販機ラーメン350円なのに美味しいと人気。0856-74-2045-15。うん、ありがとう。3日の水曜日いや、ちょうど12時か。やだな、販売機ごときで並んでんのもやだな。よいしょ。さゆまるさん、並ばないでしょ。どうだろうね、わかんないけど。さゆまるさん自販機まだあるかも謎だし。さゆまるさん口コミだから謎なんだまだ。おそらくあるけど、さゆまるさんラーメンうどんの自販機350円と安価なのに具沢山。そして期待を裏切らない味。ジャンクフードとして申し分のない胸さである。さゆまるさん3ヶ月前の口コミ。ああ3ヶ月前であるんだったらいいね。さゆまるさんその人旅の帰りにも寄ったらしいわら。秘密の秘書さんおはまつ。おはまつ、あの缶コーヒーみたいやつだったら絶対並ばないんだけど、そういうなんていうの1分ぐらいかかるものっていうのは意外に並ぶんだよ。並び出すともう並ぶんだよ勝手に。あの冷
冷食、冷凍のやつのおにぎりとかさ、温めて出てくるやつでさ、かなり並んでたもんな、一回。あの、なんだっけ、高速道路のパーキングとかで。どうなんだろう、侮れない。さゆまるさん、3日前の口コミもあったラーメン自販機。ああ昔の自販機だけど。あるよ。うどんもそばも食べたこと。前あの高校の時に学校にあった。さゆまるさんです。高校の時学校にあった。ラーメン自販機。よくわからなかたわら、さゆまるさんめっちゃラグいな。なんかこれあれかな、30分単位の方がいいのかな、ラグ解消のために。
チェック。せいちゃんさん、松さん、今日もご安全に。よう、せいちゃんいらっしゃい、ありがとうございます。はい、いいね、ありがとうございます。さゆまるさん、せいちゃんさん、ナイス。アスタリスク、キャレット、キャレット、アスタリスク。暑いね。この辺の水は匿名ちゃんかりさん、置かせていただきます。はい、どうぞ。こっちは天気良くないな。そうなの？
さんテス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 。また電波悪いの。さゆまるさん、ずっと電波がダメわら。電波ダメなんだな。さゆまるさん、今はやっと良くなった。うん、ナイス。仕事してきますね。いってらっしゃい。うんと、300メートル先、右方向です。さゆまるさん、いてらまもなく、右方向です。101匹ワンちゃん。さゆまるさんへ、何突然。101回目のプロポーズ。僕は血に待ち。さゆまるさん、コメント。コメント。韻を踏んだつもりだったんだけどね。匿名ちゃんサブ仮さん、置かせていただきます。さゆまるさん、韻踏めてないわら。はい、人参さん、ありがとう。けどさ、はあ、なあね、何もないの。さゆまるさん、昨日たこ焼きだったから何もない。たこ焼き焼いとこ。さゆまるさん、今日も夜余った粉でたこ焼きわら。ああ、具材を使っちゃうんだな。さゆまるさん、余るよね具材は。いや、
もね、その具材はね、あれだよ、チャーハン作れば終わりだから、全部突っ込んでガンって。ちょっとコーヒー買って買っていいですか。コーヒー飲みたいです。さゆまるさん、チャーハン嫌いだから。うん、そういう時はあのケチャップライスにしてオムライスにしてください。さゆまるさん、タコで、うん、よし、行こうか。タコで。さゆまるさん、岡。チャーハン美味しいけどな。チャーハンなりいろんな味が混ざっとくから嫌なんですよ。さゆまるさん、なんかあんまり。あれ、俺どっちから来たっけな。さゆまるさん、食べる時もあるけど。さゆまるさん、左から来た。はい。ありがとうございます。シルクウェイ日原。ああ、おいしい。
としてるわら。さゆまるさん気にしないでわら。ああ、そういうこと。よし、はい、行こっか。情報コーナー入り口。ワクワク。ありました、完璧です。25秒でできます。購入。やばい、300円しかない。500円でもいけんのかな、これ。入れました。もうできたんだけど、どこで食べればいいの？そもそも。ちょっと
ね、薬味もちゃんとあるんだけど、ちょっと熱い。両手で持たないとダメだから、ちょっと待って、さあ写メを撮ろうか。すごいね。ちょっと目太いね。いただきます。胡椒入れていく。よし、すごいね、チャーシューがあれなんだけど、テーブルが欲しいんだけど、すんで、いただきます。この体勢で食べよう。この体勢で食べるからちょっと待ってね。うん、まあまあ、これで350円はクオリティ高いよ、かなり。うん、醤油味だよ。うん、これでね、これでね、はっきり言ってね、この辺ね、椅子とテーブルあったらね、めっちゃ売れるわ、これ。
あ、なくても売れてるのね、うん、うん、完食、ごちそうさまでした。満足したね。あっちにテーブルあるんだ。あっちでテーブルで。